過去にも見たた。光景だったベンチで打ちひしがれる大阪桐蔭ナインをじっと見つめる西谷光一監督大阪桐蔭が大阪大会決勝で敗れた犠牲者の先発福田晃之助を前に3安打に抑えられての完敗だった打てなかったですねもうちょっと粘っていきたかったんですけどチャンスを作ることもチャンスで返すこともできなかった力負けです 甲子園2度の春夏連覇を果たした指揮官、西谷監督はそう言ってうつむいた。プレッシャーがあったようには見えなかった。ランキング、高校野球、大谷翔平、阪神、遠藤を渡,渡辺裕太、ラグビー日本代表、野球、高校野球、野球全んバックナンバー、大阪桐蔭、実は準決勝にあった異変、ープレー後のグラウンドで、 万丈一致で決まった4番急激に伸びた2年生なぜ王者は敗れたのか2023年7月31日11時37分大阪大会決勝で履正者に敗れた大阪桐蔭ナイン宇治原秀明テキスト by、秀明宇治原」フォトグラフ倍「産経新聞」「ツイート」「シェア」「コピー」「過去にも見た光景だった」 ベンチで打ちひしがれる大阪桐蔭ナインをじっと見つめる西谷浩一監督大阪桐蔭が大阪大会決勝で敗れた犠牲者の先発福田浩之介を前に3安打に抑えられての完敗だったアドバタイズメントアドスバイ打てなかったですねもうちょっと粘っていきたかったんですけどチャンスを作ることもチャンスで返すこともできなかった力負けです 甲子園2度の春夏連覇を果たした指揮官、西谷監督はそう言ってうつむいた。プレッシャーがあったようには見えなかった。アドバタイズメント。だが、春からのチーム作りがうまくいかず、最後までかみ合わなかった。すべてコールド勝ちした準々決勝戦までの試合を見てもそうだ。いつものような力強いバッティングが出ない、どこか迷走したまま決勝を終えた印象だった。 王者に何があったのか、チームの異変を感じた準決勝、あるシーン、筆者は準々決勝からの3試合を現地で見た。違和感を覚えたのが今大会初めて接戦となった準決勝の箕面学園戦。2年生の主砲、ラマルギービン・ラタナヤケが3塁守備で好プレーを見せたシーンだ。3回表、勝ち越しを許した後の2試1、3塁というピンチでのことだった。 相手4番打者の打球は三塁ファウルゾーンへのショーライナーになり、ラマルが飛びついてグラブに収めた。一塁側ベンチだった大阪桐蔭はそこで守りの回を終えて引き上げていくのだが、ラマルが手にしたボールを受け取る選手がマウンドにいなかったのだ。今年のチームを表す一つの象徴だったように思う。大阪桐蔭の強さは、個性を前面に出しながらも、異常なほどのまとまりにあった。 ベンチからもよく聞こえてきたのが、カバー、カバーという声だ。カバーとは守備時におけるミスを未然に防ぐ、カバーリングという意味ではなく、誰かがうまくいかないときは他の誰かが取り返すという意味。1番打者が先頭で出塁できなければ、2番打者が二塁打を打ち、チャンスを作り直す。あるいは、チャンスで敵地打が出なかったら、 その後の守備は必ずゼロで抑えることに尽力する。守備のミスが出た際には、投手がギアを上げて次の打者を打ち取る。そういったカバーの姿勢を持つことで、チームの結束が高まっていく。大阪桐蔭はいつもそうだった。しかし、この時は違った。ラマルが補給してチェンジになると、他のメンバーがそそくさとベンチへ引き上げてしまった。 を高めててききたチームが一つになりきれていなりれいいそんな印象だった「前田のチーム」と呼ばれて今年の大阪桐蔭は「前田のチーム」そう言われ続けてきた1年秋からほぼエースと言っていいほどの存在感を見せてきた前田優吾はチームの大黒柱だった前田が何とかしてくれる前年から依存度が高かったためその意識がなかなか抜けきれなかった 前田本人も内情をこうとろしている。3年間は嬉しいこともありましたけど、苦しいことの方が多かったですね。特に、昨夏の甲子園で下関国際に負けてから新チームになったときは苦しかったです。それでも、昨週は大阪、近畿大会を制し、続く明治神宮大会では史上初連覇という偉業まで達成している。その神宮大会では、 準決勝で完投した前田が決勝にも登板するという絶対的存在だった。有料会員、最新、ランキング、高校野球、大谷翔平、阪神、遠藤航、渡辺裕太、ラグビー日本代表、野球、高校野球、野球全在バックナンバー、大阪桐蔭、実は準決勝にあった異変、好プレー後のグラウンドで、 万丈一致で決まった4番急激に伸びた2年生なぜ王者は敗れたのか宇治原秀明テキスト by、秀明宇治原フォトグラフ倍産経新聞ツイートシェアコピーしかしこの時は違ったラマルが補給してチェンジになると他のメンバーがそそくさとベンチへ引き上げてしまった個を高めてきたチームが1つになりきれていない そんな印象だった、前田のチーム、と呼ばれて、今年の大阪桐蔭は、前田のチーム、そう言われ続けてきた。一年秋からほぼエースと言っていいほどの存在感を見せてきた前田優吾は、チームの大黒柱だった。前田が何とかしてくれる前年から依存度が高かったため、その意識がなかなか抜けきれなかった。アドバタイズメント、アドスバイ、前田本人も内情をこうとろしている。 3年間は嬉しいこともありましたけど、苦しいことの方が多かったですね。特に、昨夏の甲子園で下関国際に負けてから新チームになったときは苦しかったです。それでも、昨週は大阪、近畿大会を制し、続く明治神宮大会では史上初連覇という偉業まで達成している。その神宮大会では、 準決勝で完投した前田が決勝にも登板するという絶対的存在だった。エースで主将の前田優吾、左、マルシーマーク秀樹杉山。アドバタイズメント。しかし、今春の選抜準決勝では前田が救援に立ったものの打たれたことで、チームは沈んだ。それをカバーできず、そのまま敗れた。そうであっただけに。 春から夏にかけて、本当の意味で前田依存を払拭しなければいけなかった。指揮官が春の大阪大会のベンチから前田を外したのも、そのためだった。もっとも、前田依存を払拭するということには、二つの意味がある。一つは戦力として、前田に頼らないようにする。つまり、子の成長、が不可欠だった。二つ目は、その伸びた子を一つの集団にすることだった。 2年生ピッチャー二人は衝撃だったが、投手陣に関してはこの成長も、チームとしてのつながりを考えても順調な仕上がりだった。事実、今回は決勝まで前田を2試合登板のみにとどめた。エースが決勝を迎えた時点で疲労が一つもない。これは大きなアドバンテージだった。成長を見せたのは2年生の二人。 ともに 145km を超えるストレートを持つ坂井良妃と平島啓一だった。準々決勝では平島が6回を投げて2失点に抑えてゲームメイク。最後の1イニングを坂井が締めた。準決勝では1点ビハインドの6回から坂井が4イニングを抑えて悪い流れを止めた。8回に同点に追いつき、延長10回からタイブレークになると平島がマウンドに上がり、 ゲームを制したのである。ランキング、高校野球、大谷翔平、阪神、遠藤を渡,渡辺裕太、ラグビー日本代表、野球、高校野球、野球全在バックナンバー、大阪桐蔭、実は準決勝にあった、異変、好プレイ後のグラウンドで、満場一致で決まった4番、急激に伸びた2年生、なぜ王者は敗れたのか。宇治原秀明。 テキスト by 秀明氏原、フォトグラフ倍、産経新聞、ツイート、シェア、コピー、苦戦の準決勝を2年生投手2人でしのいだことは大きく、西谷監督はこう手応えを口にしていた。先発の南、常誠も悪いわけじゃなかったんですが、ちょっと流れも悪かったし、ブルペンからも堺の状態がいいという報告があったので、思い切って交代しました。 流れれを止めてくれたと思います平島はタイブレークに向いていると思っていたので実は試合中から他の投手には分からないように伝えていたんですタイブレークはお前で行くから心の準備をしておけって大事な場面で起用されていることからも2人の成長を感じる決勝戦で満を持して前田が先発するという形を作れたのは 投手面では前田依存からチームが脱却しつつあった象徴ともいえるし、指揮官も手応えを感じていた。満場一致で決まった4番ラマル。一方の攻撃陣、隙をついた走塁などは随所に見られたものの、豪快な打撃は影を潜めた。4番に座った2年生のラマルがブレーキ。準決勝ではチャンスに代打を送られてしまった。 同場面では3年生の長澤本が同点タイムリーを放ち、チームを救っているが、4番をどうするかという課題を先送りにしたようにも見えた。西谷監督の言葉からもそれはうかがえた。ラマルをこれまで育ててきましたし、変えたくなかったのが本音なんですけど、確率論から言ったら、長澤の方がいいんじゃないかと思って決断しました。夏は3年生がいかに頑張るかですから、 長沢はいい働きをししてくれましたただでさえ、左偏長の打線、右打者で、加えて長打力もあるラマルは打順をうまく循環させる意味でも貴重な存在だったのだ。しかし、それがうまくいかなかった。決勝戦でも6回の後期で、ラマルに代打、長澤が送られたが、今回はライトフライに打ち取られた。大阪桐蔭コーチの橋本翔太郎が内情を明かす。 結果を見て、2、3年生をうまくかみ合わせられなかったなと思います。ラマルは今大会良くなかったんですけど、春からの活躍度では一番良かった。投手で2年生2人が良かったように、ラマルは満場一致というくらいで4番に座った選手だったんです。だから、うまくラマルが活躍できるように手助けしてやれなかったですね。カバーが消えた。 4番が打てなければ試合に負ける。それは野球の常だ。しかし、それでも勝ってきたのが、これまでの大阪桐蔭だった。子が突出していても、常に誰かがカバーをする。その姿勢があったから、負けなかった。昨日いいゲームというか、自分が投げる機会をみんなに作ってもらったんですけど、自分が点を取られてしまって。チームのみんながつなげてくれたのに、 本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。6回表、味方のミスなどで無満塁のピンチ。しかし、ここでギアを上げた前田は本来の姿を取り戻すピッチングで無失点。その前田の姿は味方のミスをカバーするという気迫にあふれ、本来の大阪桐蔭らしいシーンでもあった。だが、そうした守備のリズムを反撃に生かせなかった。 相手が上回った部分もあったし、これが現チームの限界とも言えた。ただ、負けたものにしか味わえない人生もある。全力で努力してきたが、力不足だった。それを知ったことが次の人生の第一歩になる。西谷監督は言う、勝って勉強してもらいたかったですけども、負けることでも勉強できると思いますし、彼らの野球が終わるわけじゃないので。 この負けをどう今後にかかしてくれるか高校生活もまだありますし今日の負けをただの負けに終わらせずに次につなげてもらいたい過去の大阪大会決勝で敗れた大阪桐蔭の選手たちもベンチ前で泣いていた2001年の中村武や2007年の中田翔そんな先輩たちは今プロ野球の第一線で活躍している